また、岸くんのパフォーマンスや歌声についてもお褒めの言葉が寄せられています。その多様な魅力や表現力によって、彼のファンの方々は日々彼の活動を楽しんでいるようです。私はずっと前から岸くんが大好きで、言葉で表現するのが難しいくらいです。あなたの魅力はまさに雑誌の表紙にふさわしいです。顔立ちが美しく、スタイルも抜群で、手も素晴らしいです。最高です。岸くん、本当にありがとう。 あなたの指は長くて美しいから、大きな本を持っている姿はとても魅力的ですよね。本屋さんで岸くんを見かけたとき、あまりにも魅力的でイケメンすぎて、手に取るのも恥ずかしくなってしまいました。美しくて素敵な岸くん、本当にありがとう。あなたの魅力がたっぷり詰まっています。かっこいいですね。岸くんはハイブランドの服も着こなすことができます。最近、ますます大人の魅力が増していると感じます。 キシ君はバランスが全てです。指は大きく、顔は小さく、また下も長いです。実は筋肉も美しいんですよ。普段つけない指輪などをつけると本当にドキドキしてしまいます。あなたの年を重ね方は素敵で、これからも目が離せません。キシユタさんの魅力には溢れています。あなたの瞳が綺麗で、かっこいいですね。素敵な動画もありがとうございます。しなやかで凛としたキシ君を存分に見せてもらいました。 どこから見てもハイエンドな岸優太くん、本当に素敵です。どんな服も長年の経験でかっこよく着こなせるし、岸優太らしさも表現できています。最高です。岸くんのギャップが素敵ですね。たまに見せる儚い表情がとても愛おしいです。オラオラしていた岸くんとハイエンドな岸くん、両方大好きです。ライブでの岸くんの振り幅って、岸くん、本当に素敵です。表紙、ありがとう。かっこよすぎます顔もいいし。 スタイルもいいです。素敵な岸くん、ありがとう。毎日あなたのことを見ています。素敵な岸くん、ありがとう。おはよう。ハイエンドな岸くんの歌声で迎える朝は最高ですね。あなたの目と指は魅力的です。一日に何回も見に来てしまいます。岸くんのスタイルにはいつも驚かされます。岸士ユタさんの優れたところ、美しいところ、所様でも素敵に映し出してくれて、ありがとうございます。 特に人や手の美しさを余すところなく映してくれて、本当に感謝しています。下からのアングルも素敵ですね。お顔の際立ちが美しいです。綺麗な SCHOTT、ありがとうございます。ミモザを持たせてくれた方にも感謝ですミモザが岸くんによく似合いますね。あなたのお気持ちが伝わるようなお言葉、ありがとうございます。岸優太さんは多くの方々に魅力を感じていただいているようですね。彼の容姿やスタイル、 パフォーマンスに対する賞賛がたくさんあります。岸くんのファッションセンスやスタイリングについてもお褒めの言葉がありましたね。彼はハイブランドの服やアクセサリーを上手に取り入れ、それを着こなすことができるようです。また、岸くんの年齢を重ねるごとに増していく大人の魅力についても触れられています。岸優太さんの表情や瞳、手の美しさについても言及されていますね。彼の儚ない表情や瞳の輝きが魅力的だとおっしゃっています。 また、岸くんのパフォーマンスや歌声についてもお褒めの言葉が寄せられています。その多様な魅力や表現力によって、彼のファンの方々は日々彼の活動を楽しんでいるようです。岸優太さんの魅力をたくさん感じることができるようで、それがファンの方々にとっての喜びとなっているようですね。彼の活動や成長を応援していくことで、ますます素敵な姿を見ることができるでしょう。